はい、皆さんこんばんは、ラリホンです。さあ今回もね、みんなの投稿を見ていったんですが、今回はね、まあこの好プレイ集と、まああのなんかバグみたいなやつをまた紹介して、最後に大歓声見ていきました。大歓声また今回もレベル高いんで、よかったらね最後まで見ていってください、お願いします。はい、好プレイ集、ディディの 0% 即死ということで、はい、まあ即死が目玉なんかな、目玉がディディの 0% 即死ということで、まあ、コープレイシュ。なぜコープレイシュのコーがあるなんかよくわからんだけど、結構いますよ、コープレイシュのコー。間違ってるというか、なんか、オタとか知らんけど、あれなんか違う人、結構いますけど。さあ、うまい、決めていくパックマン。さあ、うまいな。普通になんか、レビュー高めな感じ。さあ、爆弾。お、結構竹原使う、うん、ディディっていうタイトルやったけど、うん、違うキャラいっぱい出てるあたり結構いろんなキャラを使う感じかな。さあ、横ビーからの空中ウェイト。ところはワリオさん、いけワリオさん、おならで、やるんだ、オーケーナイス。うん。あ、77% で死ぬんだな、あれは。まあ、おならぶっ飛ぶ女、あ、じゃ最新のスティーブのプレイもありますね。いいね。僕もなんかやりましたよ、今日。潜っとったらなんかいい感じの、見せプレイと言いますか、見せ連携と言いますか、やりましたね。さあ、かなとこで、かなとこダブルかなとこ、かなとことこ決めていきました。さあ、これは、これはどうする、これは。おい。これは、台があったこそ、あったからこその見せプレイよね。まあ、ね、メテオや、空中前メテオって何やかんや、あれ強いよな。トロッコからさ、あ、これはうまい。トロッコからほぼ空中前入るのにさ、メテオって結構いやらしいよねっていう。さあ、ロゼチコ？さあ、これは？おう、ダウンにして？やって？もう一回ダウンにして？うわ、これはうまい！マジか、ロゼチコそもそも珍しいが、あ、これはリリ。え？はい。え、これ普通にやばくね？え、普通にやばいの僕は今、普通にやばいプレイヤー僕今目撃しましたということで、これやばい。え、すごいな。え、ディディのバナナ、うん、まあ、ガノンいつもやられ役ということで、まあお気の毒ですが、すごい、これ普通にすごかった。はい、こちらクルールの王冠増殖バグということで、これはあ、これ10月7日ってことは、これアップデート前からあるバグやな。あ、そうなんかね。俺アップデートでなんかバグ増えたんやと思ったけど。お、そんな出んの？さあ、サムネがあんな感じだったけど。さあ、めっちゃ投げてるけど。うん。増殖はしてないな。なんで？なんか、このバンカーとかちょっとなんか気になるんやけど。あ、ちっちゃくなりましたけど。これなんなん？え？なんなんこれ？ずっと壁に向かって、あ、なんか出てきた。え、錬金術、黒魔術かなんかこれ。あ、お前投げる係かやるな、お前なんかしっかりしてるやん。なので、ね、あのゴミはゴミ捨て場へということで、うん、あーめっちゃ出てくるやん、やばい、めっちゃ出てくるやん、投げる間に合ってないし、え、これはやばいね。はい、ということで大歓声参りまーすということで、825番のアイクさんということで、はい、見ていきましょう。対するはリトルマックさんです。さあ、このカードどうなん？どっちもまあ復帰かれればね、死んじゃうようなキャラクター。アイクもさ、だからマックのアーマーの下スマッシュとかで合わせれば多分ぶっ飛んじゃうし、逆にね、うん、アイクがもうリトルマック借りやすいんかは知らんが、まあ普通にね、リトルマックは復帰用やからね。さあ、見ていきましょう。さあ、もうなんかいいな、なんかしっかりしてる。どっちもなんかジャブを打ってますね、リトルマック。ところはコンボ入んない。はい、それは今日あの名前出すけど、ザクレイさんの名前出さんとこ、あの Z さんのあの配信見とって、あのカズキが出てましたねっていう。ちょっと俺の配信によく、俺ヒョンペチをカズキがなんかマッチングしとって、なんか面白かった。さあ、これはあれ、いつの間にか、あれ、リトルマックさん、あれいつの間にか、あれ死んでおられますということで、あれれれ、あれ、このアイク強いな。うん、いつの間にか死んでるとなく、目にも止まらぬスピードでストックを落としに行きましたね。まあ俺が見てなかっただけなんですけど。さあ、うまい。あ今の KO いかんねや。次のストックに取っておくのかな。まあ打ってもよかったと思うけどな。おお、なんかいいね、なんかいい感じ、なんかいい感じ。さあ、これはどうする。空港入んない。うわー、あれキャンセルできるの、なかなかフェイント強いな。ビビっちゃうもんな、あれな。さあ、これはどうする。バーナンではないな、全然。あ、ここの天空惜しい。うん、まあ天空でもね、バーストできるようになりましたから、アイクは結構ああいうの、ね、狙ってもいいよねということで。空港変えるのが大変そう、これは。さあ、うまい。横強、
崖上がりに技を合わせるってね、普通にうまいんだよね。なんか、ね、たまたまとか違ってなんかさっきの狙ってる感じだってさ、うまいんだよね。さあこれはさあなんかアイク一方的にやってますけど、つべえやっぱり。あ、今のカウンター惜しいな。カウンター見てちょっとタイミング遅らしましたかね、リトルマックさん。さあ空母してさあ、やっぱり空中遠足からコンボが鬼入るからね、アイク全然ぶっ飛ぶしパーセントも痛いから繋がりすぎではって思っちゃう時もあるけど、まあこれがおもろとかよな、まあ、見とって面白いしな、アイクのコンボ繋がる感じは。空母してこれはその阻止はうまいその阻止はうまいわ。さあお次ベヨネッタということで、まあ昨日もベヨネッタの動画というか大観戦あげましたけれども、まあ、うん、ベヨって人に言う人ファーの使い手でめっちゃ変わるじゃん、キャラクター変わりません。コンボ多いけどやっぱり何のコンボを選択するかってやっぱりその人の技量なんで、ガノンとかでまあ決まってるやん、繋がるコンボって。ベヨってまあ繋がるコンボ何通りもあることがあると思うんで、あ、もうあのね、空中上の持続当てるあたりも違うんだよ、バカかよ上手すぎだろマジかよ。あのね、僕の持論なんですけど、僕が思ってるのは、まあ、ベヨネッタ空中上持続当てるやつ大体キモいということで、もうあの大体持続とかするやつは上手いです僕はそう思います。もう持続決めるベヨはなんかね違うんだよ、うん、やっぱ俺のベヨはね持続決めれへんというか、持続をね自信を持って出すベヨはやっぱね引き出しが違うというか、もうなんかねコンボをね分かってらっしゃるというか、あ、ここはこれなんだなっていうのをもうね、あの画面見やんくても多分、ね、できると思う。こういうベヨはすごいよねってことで、さあ1ストック目も素晴らしい即死コンボで決めてきましたが、まあああいう感じでね決めてくるのがほんまにいいよね、ベヨネッタって。そしてコンボ決めでやんしやばい、やっぱベヨネッタも使いもちょっとね寂しい感じするけど、やっぱり即死コンボを1ストック目でね決めれればね、まあその後のストックもすごいなんかエンジンブルンブルン回転ですごいやれるんかなと思いますけど、さあ 89%大丈夫、いけ頑張れ、いけ 89% やけど、うん、あーでもまあこれは、うん、前作で何かゲーム場合とかあったけど、今作はあんまないなっていうことで、今作はなんかあんまりなんかね塩カーターがしないけどね、もう持続だから、持続当て方が上手すぎてさ、持続上手いとさ、あれさ持続からコンボ繋がるんでさ、でさあの持続からコンボ繋がるんで、もうな何をやってるんだ、もう上手い秒使い、なんかもう訳が分からない、 IQ がね違うんだよね、うん。あ、おさっき見た感じのアイクの天空阻止やけど、あ、またアイクか今思ったけどまたアイクやんって感じやけど、まああの天空の使い方は強いっぽいよねって思いましたけど、さあこれはおー今の横 B やったら、あーもうこれベヨの圧勝、素晴らしい。はい、ということでね今回ねこんな感じでした。よかったらねあの高評価と登録よろしくお願いします。概要欄からね Twitter のフォローと実写の方もねよろしくお願いします。ということで動画が前後してるか分かんないけど、今日はなんかコミュニティで募集した質問とかを答える動画を投稿する予定、まあ、もしかしたらもう上がってるかもしれないけど、なんでよかったらそちらもね、うん、あの毎週日曜日、まあちょっと今回はね、あの初回からまあ毎週日曜日を破っていくんだけど、まあ、毎週日曜日そういう質問返信コーナー的なやつをやろうと思っているので、よかったらねあのぜひねあの概要欄にもまたシリーズの概要あの再生リストがあると思うので、よかったらね見てほしいということで、はい、ということでね今回ねこんな感じでした。はい、ということで、はい、エンダーマンにあもうのめり込んでいく。はーい、こんにちは、尺稼ぎ TV です。てことで、はい、今回も質問箱答えていくんですが、はい、こちら今食べたいアイスの味はということで、はい、とうとう運営から質問来ましたということで、あのね質問がない、あ質問が全然更新されないということで、あのついに運営がしびれを切らして、あ、質問してあげやないなということで、あのね来ました。まあ、質問なくはないんだけど、これ答えたいなっていう質問がなくて、うん、ぜひね、概要欄からね、あの質問箱行ってほしいんですけど、まあ、もう答えていきます。今食べたいアイスの味は、まあ、この前ね、対戦配信で、まあ、アイス代みたいな感じで、スパシャもらったんですよ。ハーゲンダッツ代か。で、ハーゲンダッツを買いに行って、まあ、期間限定の、なんか、芋あんアイスみたいなのがあったんですよ。で、なんかそれがすごくて、ハーゲンダッツ、まあうまいけど、なんか開けたらさ、もう普通にもちもちのなんかあんみたいなのが上に乗っかってて、まあそれを絡み合わせながらアイスを食うってやつやったんやけど、あのマジでうまくて、もう一回食いたいな。俺今日なんかちょっと日差しが強くて暑いんやけど、
まあ、ちょっとエアコンもつけてやっとって暑いからほんまに今ちょっと食いたいわということで、うん、あのぜひまだあるかな分からんけど、まあ、あのクリアンかな芋あんかちょっと忘れましたけど、まあ、そういうハーゲンダッツの、まあ、期間限定の味があるのでよかったら見かけた方はぜひね食べてほしい、そして感想を教えてほしいということで、はい、ぜひねマジハーゲンダッツ素晴らしいということで、はい、終わりでーす。